7番サイレンス鈴鹿、6番に頂点が決まります。ライブラ杯決勝、現在1番人気は秋の三冠馬娘ナイスネイチャー、続く2番人気は2冠馬娘メジロライアン、注目のここまで無敗グランプリ馬娘サイレンス鈴鹿、7枠7番での出走。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先頭争いはサイレンス鈴鹿、マルゼンスキー、ミホノブルボン、期待通りの結果を出せるか。1番人気ナイスネイチャー、サイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きます。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはミホノブルボン、そしてその後ろから行くのはマルゼンスキー、後ろ8番オグリーキャップ、5番手には9番オグリーキャップ、ナイスネイチャーここにいた、そしてその後方にはメジロライアン、少し離れてフィシアマゾン、少し後ろからキングヘイロー、意気揚々と先頭を行きますミホノブルボン。どうでしょうこの展開、ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ、ここから捉えることができるのか。まだ差がある、ここから先頭を捉えるとは出てくるのか。勝負は最後の直線に持ち越されたくさ、ここから先頭を疑うのは追いつく、追い越す、一歩も引かねえ、タイマンだ。さあこれから下が、2側の舞台はこれから下がな、そこを回っていったのはメジロライアン、突っ込んでくるメジロライアン、メジロライアン見事なごぼう抜きを見せる。残り200、ミホノブルボン苦しいけど粘っているメジロライアン、抜け出したメジロライアン、差し切ったゴール、やりましたメジロライアン。強豪が集うこのレースを制し、ライブラ杯の勝者に輝きました。2着ミホノブルボン、3着に入ったのは9番オグリキャップ。ナイスマッスル、やりました。